春初めての格好の声を聞いては、フレデリック・ディー・リアスが1912年に作曲した、お年。川物夏の夜と共に、小オーケストラのための2つの商品を構成している。世界初演は1913年10月2日に、ライプツヒで行われた。イギリス初演は1914年1月20日に、ミレム・メンゲルベルク式ロンドンフィルハーモニック協会のオーケストラによる。 フルート1、オーボエ1、クラリネット1、ファゴット1、ホルン2、言語・オブ・弦楽器を伴奏に、クラリネットによる格好の声とオーボエの断片的な旋律を含んだ助奏で始まる。やがて、助奏の格好の声から派生した旋律が、弦楽パートに現れる。第一バイオリンに委ねられた第二主題は、クリーグも用いたノルウェー民謡、オーラの谷にてから取られている。 クラリネットが格好の声と共に戻ってきて、やがて牧歌的な貴重のまま、締めくくりを迎える。ありがとうございます。